はい、皆さんこんにちは、ハングリーガイです。今日はこちら、このうちの庭に生えてる憎き雑草たちを片っ端から殲滅していきたいと思います。なんかすごい猫じゃらし生えてんの、やってらんないよね。マジでめちゃめちゃ生えてんな。昔除草剤撒いて全然生えないと思ってたんだけど、全部復活しとる。なんかあっち側はあんまり雑草生えてないんだけどね。というわけで今回の動画では、このファッキン雑草たちを殲滅するために、以前話題になったビッグモーターが店の前の木々を枯らすのに使ってたと思われるビッグモーター御用達の除草剤を撒いて、それが一体どのくらい効果出るのかとか、ちょっとそういうのを検証してみようかなと思います。あんまり雨が連続しちゃうような日だと薬剤が流れちゃったりするから、で今ちょうど晴れの日が続いてるから、ちょっと急いで除草剤買ってきて、この辺の草をむしって実際に除草剤を撒くっていう作業をやろうかなと思います。まあ晴れてる真夏だからね、気温35度ぐらいありそうなんだけどね。まあ暑い中大変だけど、雑草を野放しする方がやばいと思うので、早速準備の方を進めていきたいと思います。さあ思い立ったが吉日、ホームセンターに車を走らせ、除草剤のコーナーを探索していきます。しかしながら、自分がネットで知ったビッグモーター御用達の除草剤が見つからない。隅々まで探してもどうしても見つからない。ホームセンターに売ってないんじゃ今日作業できないじゃないか、という悲しい気持ちになってきます。おっと、除草剤が見つからないからといってペットコーナーへと足を進めている。可愛い猫ちゃんを見て現実逃避、何の成果もなくそのまま帰宅するのが嫌で、なんとか癒しを得ようとするコンタが見えているぞ、ハングリーガイ。しかしながら、やはり動物は可愛い、動物はいいぞ。ただいま。まさか売ってないとは。自分の行ったホームセンターでは売ってなかったんで、楽天市場で買ったビッグモーター御用達の除草剤がこれだ。クマキラーの除草。本当になんか Google マップのストリートビューかなんかで、ビッグモーターの前にこの除草王っていうシリーズの多分通常の液体のやつが映り込んでたんだよね。だからまあ実質ビッグモーター御用達ってことで、結構除草力に期待できるんじゃない？ビッグモーターの店の前に映ってたのは液体の除草剤なんだけど、うちでは普通に持続力を重視したいから流状のやつを買ってみたね。なんとこいつは3キロ入り。なんで3キロ買ったかって、なんか他に2キロとかあったけど、まあ値段とか色々含めて買いやすいのがこれだったからっていうのが理由になるかな。まあ余ったらまた使えばいいしね。一箱で600平方メートル巻けるんだって。多分これ絶対余るな。なんか雑草の種類とかタイミングとか色々書いてあるけど、まあ今うちの庭で気になってるのは猫じゃらし、いわゆるエノコログサってやつだね。エノコログサが雑草の種類に入ってる中でそれに効くってことだから、まあ期待してもいいんじゃない？ちなみに雑草が大きくなってると効果が効きにくいらしいから、まず最初に庭にボーボーに生えちゃったあの雑草をある程度ちぎって短くしようかなって思う。で、この流状の除草剤は若干地面が湿ってた方が効果的らしいから、雑草をちぎった後にまずちょっと軽く水を撒いてからこの除草剤を撒こうかなと思います。で、枯れ始めるまで2、3週間かかるんだって。だからまたこの除草剤を撒いてから2、3週間待つっていう必要あるね。ホームセンターに売ってなかったせいでその日中に除草剤撒けなかったから、前除草するぞって心に決めてから1週間ぐらい経ったんだけど、一週間くらいでめちゃくちゃ成長してない？今すぐ駆逐してやる。そしてね、私ハングリーガイ、普段仮面をかぶって活動させてもらってますが、さすがに近所に仮面かぶってるやつおるって通報されたら不審者になっちゃうんで、今日はグラサンのハングリーガイとして活動させていただきます。さあやるぜ助走。さあゴム手袋を装備して、手で雑草を引っこ抜いてゴミ袋の中に入れていきます。ちょっと放置しているうちにめちゃくちゃ大きく育った雑草、砂利の下の防草シートにしっかり根が張られているため、雑草を引っ張ると地面のシートが持ち上がります。45リットルと結構大きめなゴミ袋を用意したんだけどね、見ての通り思ったより袋が埋まっていきます。動画だと伝わりにくいですが、めちゃくちゃ暑いです。汗をダラダラ流しながら雑草を一生懸命引っこ抜いています。おっと、この怪しいおじさん、猫じゃらしを一本引っこ抜いて何をと黄昏れているんだ。早く作業の続きをしろ。さあひたすら雑草を抜くシーンが続くので、およそ16倍近い速さで早送りをしています。動画にしては数十秒くらいしかないこのシーンですが、実際には10分ほど時間をかけてがっつり草抜きを行っています。さあそして庭の草すべてが抜き終わり、ゴミ袋がパンパン、自然の力強さを感じます。自然の力強さを感じるにしても、うちの庭ではやめてほしい。さあ雑草抜き切ったハングリーガイ、もう汗だく、めちゃくちゃ暑くて苦しそうな顔をしている。水分を取れ。みんなも暑い日に外で作業をするときは必ず飲み物を持っていくように気をつけよう。草を防ぐ防草シートのところにめちゃくちゃ根張ってる。防草とは一体何って感じだけど、正直ここの根っこ引っ張っても取れんから、ここが除草剤でどうなるか見ていきたいね。さあここからは除草剤を撒く前に庭全体に水を撒いて地面を湿らせていきます。しかし用意したホースを蛇口につなぐとなぜか漏れます。
うちのもう片方の蛇口ではこうならんかったんだけどね。なんでなんやろ。さあ、そして庭に水をいっぱい撒いていきます。水を撒くだけですごい涼しさを感じます。先ほどの作業と比べると楽しい時間。しかし動画を見ている皆さん、お気づきだろうか、あまりの暑さでかつ砂利であるためか、水を一回撒いたところがもうすでに乾き始めている。いかにこの日が暑かったかというのが伝わるのではないでしょうか。マジ乾く瞬間見た時自分の目を疑ったね。俺はもう鉄板の上で作業しているのかと、焼かれているのかと、なんて思ってるうちもう地面乾いてきてる。気づいて入念に巻くけど、これこそマジで焼け石に水っていう言葉が合うんじゃないかな。さあ、ここで今回の主役除草王の登場だ。 YouTuber ブロガーたるものゆっくり開封レビューを行っていきたいところですが、この炎天下巻いた水も乾き始めている。急いで箱を開封していきます。箱の中身を確認してみると、袋の中に詰まった除草剤、特に粉を巻くためのスコップとかそういうのがなかったので、除草をこれから使ってみようという方はあらかじめスコップなどを用意しておくといいかもしれません。今回私ハングリガイは余っていたプロテイン用のスプーンを部屋から持ってきて使うことにしました。さあ、部屋に戻って袋をハサミで切って除草王を巻くためにプロテイン用のスプーンを用意してきましたが、ご覧の通りもうすでに地面が乾ききっていますので、再度水を巻くところから再開。ここからは水を巻いては除草王を巻くを繰り返して、庭全体に除草剤の散布を行っていきます。3キロで600平方メートル使えるって書いてありますが、実際にはプロテインのスプーン1杯分でどれだけの範囲使えるかってのは全然わかんないので、まあこのくらい巻けば効くだろうみたいな軽いノリで除草を使っていきます。プロテイン用のスプーンを除草剤を巻くために使うというちょっと変なおじさん。まだ箱に除草王と書いてあるのでまともな人に見えますが、もし片手に抱えているものが除草剤というものがわからなければ、庭にプロテインを巻き始めてるヤバいマッチョのように見えます。でも安心してください、さすがにこの暑さでも私はまだそこまで狂っていません。これは除草剤を巻いています。決してプロテインを巻いているのではありません。むしろ雑草が憎たらしいのでプロテインを巻いて育てたいなんても思っていません。とっとと枯らしていきたい所存でございます。おっと、どうしたハングリーガイ。おっと、突然上に水を巻き始めた。何をやっているんだ。ほら、カメラのレンズが濡れているぞ。横着をするな、横着を。こちらが除草を巻き終わった後の様子になります。砂利の上に直接かけているので、なんだか見た目は変な感じですが、過去に別の除草剤を巻いた時もこんな感じになって無事に効いていたので、今回も大丈夫だろうと信じて効果に期待をしていきたいと思います。はい、これで一通り雑草を抜き終えて除草王の散布が完了しました。いや、もう悪いけど暑すぎて家の中で動画撮ってるわ。もう外マジ無理。今日何度なんだ。まあんだけ結構水撒いてたのにもうこんなに乾いてるんだもん。どんだけ暑いねんって話よね。じゃああとはこのまま 2,3 週間待って、その時にこの庭がどうなってるかっていうのを確認していきたいから、それが確認できたら今回の動画は締めって感じかな。2週間後が楽しみだぜ。はい、除草剤を撒いてあれから2週間くらい経ちました。一通り雑草をちぎってから新しく生えてきたりはしてないから、とりあえず除草剤としての効果が出てると思うけど、どのくらい効果が出てるかを確認するためにちょっと外に行って詳しく見てみようか。こんな暑い中外行くのちょっと嫌やけど、検証していきましょう。さあ、まずは根っこがたくさん絡まっていた暴走シードの様子。絡まってる根っこはもうだいぶ枯れて、もうしなしな、命を感じません。まあでもむき出しになって放置してるからね、もしかしたら除草剤じゃなくて暑さだけでやられたのかっていう可能性もあるかもしれないけど、周りを見てみると一定の効果を感じられるものがあるんだよね。何本か雑草抜き残しがあったんだけど、見ての通りもう茶色に枯れても根っこもボロボロ。これはさすがに除草剤の効果と見てもいいんじゃないかな。しっかり枯れてます。さすがビッグモーター御用達。あとさらにこっちを見ると面白くて、まだちょっと緑が残って枯れかけの草があるんだけど、これ引っ張るとね、もうなんか根っこが真っ白でね、なんか腐ってる感じなの。これはもうさすがに除草剤の効果なんじゃない。ビッグモーター御用達の除草、ちゃんと効果があるものと見ていいのではないかと思います。はい、そんなわけでビッグモーター御用達の除草剤フマキラー除草王のパワーを確認することができました。最初の1週間くらいはなかなか目に見えなかったけど、改めて2週間以上経ったタイミングで確認したらしっかり効果が確認できたね。根っこもボロボロになってたし、抜き忘れた草もしっかりこのパッケージの通り茶色っぽく枯れちゃってたね。まあうちの庭の雑草の量は大して量は多くないからあれだけど、なんかもっと雑草が多い家とかで巻いたらもしかしたらもっと面白い結果になったかもしれんね。もしお庭の雑草の処理で困っている方いましたら、ぜひこちらの除草を購入検討してみてはいかがでしょうか。今回使ったこの除草の商品の情報は概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひそちらからチェックしてみてください。そんなわけで今回の動画は以上となります。今回の動画が面白かったよという方は
チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ちなみに暑い中作業をしていた結果、タンクトップの形の日焼けがしっかり残りました。みんなはちゃんと日焼け対策して作業してね。チャンネル登録してくれ、高評価もしてくれ。